ちょっと待って。あ、腰痛。お久しぶりです。武飛健です。本日は火曜日ですね。昨日まで私ちょっとね、お盆休みというのを取らせていただいておりましてね。まあ、お休み中、ちょっとね、腰も痛めてて、ちゃってたんですけど、やっぱりさ、もう猛暑じゃない。ずっと。今日ちょっと幾分マシだけどさ、昨日クソ暑かったな。もう昼間なんかどこも出歩けないですよ。スーパー行って帰ってくるだけでビッタビタに汗かくから、でウォーキングしたら死んじゃうだろうなと思って、昼間は一切ね動いてません。ずっとこうやってじっとしてた。しかも事務所で、まあいろいろちょこちょこ片付けたりなんやからね、これからいろんな今日からねバラしていくもんでね、ちょっとスペースの確保とかもやってたんですけど、昨日の月曜日は親父のね病院にちょっとねまた沼津の方まで行ってきましてね、来週またね今度検査結果を聞きにねまた沼津まで行かなきゃなんないんで、またレンタカーもねもう申し込んできました。アストロちゃんエアコンがダメじゃん今、まあ来週ぐらいから少しずつね気温も落ち着いてくるなんてね朝のニュースでも言ってたんでね、それを期待しましょう。まあそんなこんなんでね、今日からね作業をまた再開していきます。本日は誠につまらないんでお会いになると思います。皆様最後までご視聴よろしくお願いいたします。あーやるか。あ、ちょっと待って。いやもう全然大丈夫なんですよ、全然大丈夫なんですよ、動けるし歩けるしね。ただね同じ座ってね立ち上がった時とかね少しの間きつい。さてそれではね、サバーバンちゃんの方もね本当はねもうここへ持ってきたいのよ、こっち前にしてね。でも動かないじゃんね。でキャブも今日注文するんですよ。でそれでね、そうまあ注文してみないと分かんないけど、あんのかどうか分かんないしね。まあ、それはちょっとね、後でやっていくんだけど、まあ、だもんで、ポンティアックちゃんのキャブが届くまで、一切何もしないなんてなるとさ、どうせこれ多分国内にあればすぐ届くけど、ないだろうから、また2週間やそこらかかるんですよ。長ければ1ヶ月とかかかっちゃう。ねえ、でもキャブないと走んねえからさ。手持ちのキャブでいろんなね、自分のあそこのエンジンにくっつけてるやつとか、もう一個、新品の在庫とかもあるんですけど、全部さ、あそこに箱があるでしょう。全部さ、やっぱ、合わないんですよ。それは当たり前ですよね。これ、フォードの、やつなんだもんな。多分ね、フォードのこの、まあ、インテークから変えるのかもしんないけど、その辺もちょっとまだわかんないんですよね。なんて言われるか。多分あると思うけどね。キャブぐらいね。結局ね、絞れ用のインテークにつくサイズのキャブしかないもんで、このボルトのね、その変換キットみたいのもあるんじゃないかななんて思ったりもするんだけどな。全然違うね、このね、やっぱり幅が。まあなんでね、ちょっとお昼ぐらいになったらね、一回電話してみますけどね。で、たださ、パーツ待ってる間何もしないわけにもいかないじゃないですか。ね、なんで、まあ悔やんでもしょうがないんで、ちょっとね、こちらは、もうキャブの到着を待つしかないですね。その間に何もしないと私もね、ご飯が食べれないので、ちょっとね、もうバラしていいので別に。ラジエーターとエンジンとあれ、ね、がくっついたり動くからさ、で、次に動かすときもさ、そこに出してさ、くるんって一回転させてさ、バックからでここに入れりゃいいだけの話だから、その時には動くんだもんね、だってね。なので、動くところに支障がないところをちょっとね、バラしていこうと思うんですよ。要するにこの前回り全部バラしていいわけじゃんね、もう。変な話さ。だってラジエートもどうせ交換するし、エンジンミッションも何かやるし、フレームもね、呼吸入れるし、配線も全部引き直しじゃん。ステアリングもこれ、ファーステになるんで、そう、やっぱバラしてもいいんだよ、別に。動きゃいいだけの話。ただボンネットまたこれ外すとなると一人だとな。あ、ボンネット外さなくてもいいか、別に関係ねえもんな。吊り上げるんだったらね話は別だけどね、ここ前回り全部バラしてこう引き抜いちゃうからさ、走る時だけこれ別にね、ここの固定のやつだけ外さねえ方がいいかな。ちり合わせ苦労するからな、今のうちに印しといてもいいけど、まあ、そんな感じでねちょっとねやってきます。その前にちょっとキャブの写真をバシャバシャ撮んなきゃなんないので、ちょっと待っててください。はい、今写真を撮って送りました。カーターのやつなのであるのだろうか、果たしてちょっとわかんないけどね、連絡を待ちましょう。ではとりあえずバンパーとパンゴを撮って、これ多分こいつネジでくっついてただけだよな。いてててててやっぱ3100とは違うのかな、形が多少ね。わかんないけど。横に3100があれわかるだろうね。よし。
とりあえずこれはインナーの方で止まってるよね、こうやってちょっとやってってみるか。はい、とりあえずバンパーとパンちゃんを下へ下ろしました。これ取らないと外れなかった、引っかかって。よし。では、ここを取れば手が入るの？それとも。ほんとね、ちょっとやっていきます。ちょっと待って、ダラダラに汗かいてる、これだけで。ちり合わせが大変そうだなぁ。ね、あれ、これここ取んなきゃ取れねえのか、マジか。これを取りたいんですけど、これを取るためにはここをばらしてこれを取らなきゃならないって思って取ったんだけど、ダメだ。あのね、見えないと思うけど、これをまずこれをね、取んないと、これを取んないとこれが取れない。こう突き抜けてる。ちょっとやります。もうすっぱだかです、今。熱い。こいつがこう止まってて、こう止まってるんですけど、ここの 上側にボルトが2本あるんだけど、いやこれダメだな、工具にかかんないぞこんなの。いやどうするか。笑えるな、手が入んないんだ。どうすりゃいいんだろう。あ、いてて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 、フェンダーがね、あのここがね斜めになってるんですよ。ほんで一番端のところの空間の隙間がないもんで、しかもボルトが出ちゃってるもんで、長いコマは入らないんですよね。で、押さえることもできない。では、これを取り付けるときにどうやって付けたんだろう。ちょっと先にグリルを取りました。グリルはこの左右の6本。で、上2箇所これで止ま、こっちはもう取ってやったから。あ、ここを取れば、ここ。こう通ってるんですよ、こういう風に。こいつがここを取りゃよかったわ。ここを取りゃ取れた。そうか、見えないんですよここ。まあこれで取れたわ。ちょっと待ってね。はい、これでね、これでね、さっき説明した棚が分かると思います。ここです、ここ。工具が入んないのよ。ちょうどこのね、ボルトが出ちゃってるからどうしようもないんだよね。なんか ここまでばらせばね、なんとかなるんで、2分の1同士ちょっと外します。ここが外れない。ここの距離がないのよ、ここの距離が。何言ってるか分かんねえか。よし、取ります。はい、なんとか取れました。例苦労したな。フェンダーまでちょっと取っちゃおうと思ってるんですよ。あのラジエーターだけね、くっついてればいいので。ただフェンダーを取っちゃうとラジエーターの固定がこいつでやるしかないから、まあ大丈夫だとは思うけどな。あれ上下しちゃおうかな。しちゃいそう。じゃあアウターフェンダーだけ取る。インナーちょっとそのままにしといて。あ、ほんでインナー切る場所もう決めとくか、今のうちに。バサバサいっとかないとね。熱がね、すごいこもるんで、このスペースに V8 を入れるとね、あの3100ちゃんでね、もういろいろ分かってんだけど、やっぱ同じような形してるよな。まあ、とにかくちょっとね、
今日はこの辺にしようかな。あっち